プーン2つ丸めてポトンと。どうもー、リュウジのお兄さん、リョウリです。ということでですね、今回はですね、思考シリーズ、今日2本目の思考シリーズ、なんでこんなに今日思考シリーズやってるのか全然わかんない、感じでやってるんですけども、もう本当にね、僕はね、あったかいものが食べたいんですよ、ハイボール飲みすぎて。ということでですね、今回はですね、思考のちゃんこ、ちゃんこって多分皆さん鍋の素でしかやらないんじゃないですかね。なんですけども皆さん、今回はね、僕がね、本当に美味しいちゃんこ、これを皆さんにお教えしたい、教えたい、本当に美味しいちゃんこを足してってください。リュウジのバズレシピ、思考シリーズですよ、今回は。思考になってるんですけども、もっと思考になりたい。あったかい鍋なんですよ、ちゃんこ。自分の体が冷たければ冷たいほど美味しい。だから、僕を冷やしていきます。冷える。これ。自ら冷やしね。アルチューマシーン。最近お好みなスリフィンガー。アルチュージュースを入れます。体を冷やしていきます。ということで、やっていきたいと思います。はい、じゃあ材料紹介するために行ってみましたと思います。もうちゃんこ鍋なんで具材めっちゃ多いです。ただこれはね、お好みの具材でいいので、外さないでほしいのは白菜と油揚げ、まあ、あとまあニンニクとかはもう調味料の一種なんで、鶏もも、鶏団子は外さないでほしい。他は好みでいいです。ただまあこれが一番うまいです。人参なんかね、あってもなくても見た目なんでね。鶏ひき肉です。もものひき肉、ももの方がジューシーに柔らかく仕上がるんで、もものひき肉を 250g、 鶏もも肉、これはあの普通に具材としてお肉で食べます。これ 200g、 まあもうちょっと多くてもいいんですけど、今回 200g 使います。で、あと具材としては白菜、これ 300g と8分の1個ですね。で、あと木綿豆腐、これ半丁です、 150g。 油揚げ、これ油揚げめっちゃうまくなるんで、これぜひ入れてください。これ3枚。人参、これが1/2本。これ長ネギなんですけど、これ具材じゃなくて、これ、ね、鶏団子に入れます。鶏団子用の長ネギ1/2本で、ニラ1束で、あとはこれ椎茸ね、椎茸ちっちゃいので6個入りがあったんで、今回6個使います。生姜が鶏団子用に 15g、 そしてスープ用に生姜 5g とニンニク 5g 入れます。まあ、あとはもうあと調味料、詳しくはガイ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 。で、今回はね、あの鍋なんですけども、この土鍋がある方は土鍋でやっていただきたいんですけども、うちね、なんかね、でかい土鍋がねないんですよ。なのでペッペカペッ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 、フライパン、今日はね、フライパンでもね、美味しい鍋できますから。はい、ということで白菜なんですけども、これ芯の部分ね、ちょっとね切っていただいて、白菜はねクタクタになるのでね、若干ね大きめでも大丈夫です。こんな感じね。で、このざく切りした白菜はこっちのフライパンに入れていくと。はい、そしたらね、次木綿豆腐、まあね、こんな感じでねスライスしていってね、そして木綿豆腐はこんな感じでこう並べてって、そしたら次ブラ揚げです。ブラ揚げはね、もう重ねて半分に切っちゃって、でこれね1/4で、それでまあどこら辺か、ここら辺かね、重ねて。油揚げね、すっごい美味しいから、ね、今日はね、ちょっと多めに入れました。そしたら、人参はね、あの皮むかないでいいですから、これはね、ほぼね、見た目が鮮やかになるから入れる。こんな感じで、斜め薄切り。入れると入れないと、見た目が全然違うの、これ。で、半分。半月切りにするって感じですね。で、これはもうなんか、もうパラパラと、ね、いろんなところに。で、生椎茸。ちゃんこね、椎茸があった方がね、ちゃんこっぽくなる。ここ、石突き切り落として、もう入れるだけ。なんか、十字の剣心の頬にあるやつみたいなのを入れる、あの、やり方もあるんだけど、別にあれ、味変わんないので、別にやんなくていいです。見た目だけなんでね。そして、長ネギね。こういう風にね。僕なんかこういう風に。で、回転しないからね、こうやって切っちゃう。ここもね、筋入れちゃう。最後にやると、ここがばらけた時に、やりやすくなるんでね。で、これで切っていく。これのがね、僕はね、コツがいらないかなっていうふうに思います。あの、蛇腹に切るとね、切り落としちゃったりする場合もあるからね。いや、いいんですけどね、蛇腹に切っても。長ネギはね、鶏の肉団子に入れると非常に美味しいので、入れちゃってください、これ。ちょっとね、ネギ多かったかな。だいたいね、60g ぐらいね、今回ね、75g ぐらいありました。で、こいつはですね、このままもう鶏に入れちゃってください。ちょっと多いんですけど、まあ、ネギ多いぐらいかな。美味しいから。生姜なんですけども、これもみじん切りです。
まあ、僕はね皮も、まあ、余すとこなく使っていくエコロジスターなんで、はい、平成のエコロジスターなんで、平成、あ、今令和なの、生まれは昭和なんですけどね、エコロジスト。めっちゃこぼれた。エコロジスターは皮を剥かない。皮食えるしね、美味しいしね。とにかく和食はみんな皮剥くからね。僕の場合はこんな感じで千切りした後に横に切ってみじん切りにしていく。これだとちょっと粗いのでちょっとね細かめにしてあげる。かなり多いでしょ。もう僕生姜ジャンキーなんで、でこの生姜を肉団子にいいじゃん。最後にお肉そぎ切りですかね。こうやってね、これで 200g って書いてあるから別に 1枚分で 250g とか 300g とか入れちゃっても全然平気ですから、これはお好みで大丈夫です。でこれも入れると。でこのスペースで鶏団子煮るんで、ちょっとねここら辺はねやっといてください。人参さ、ひとまとめにした方がかっこいいと思ったんで、ね、まあ、こんな感じ。そして僕のちゃんこはね、ここにスープ注いじゃうんですよ。ニンニクをちょっと切ります。おろしニンニクにするんですけども、このおろしニンニクはスープに溶かし込んじゃうんですね。このスープ超絶うまいんで絶対覚えておくと思います。水を 550cc もう入れちゃいます。ここか。そしてお酒です。お酒、まあこれね、まあ、料理酒でもいいんですけど、僕が使ったのは清酒なんで、塩分が含まれてないやつね。もし料理酒使う方は塩分ちょっと少なめに、もうお酒 100cc、 これ深みが出ます味。そしてこれ僕がいつも使ってるヤマキの白だし、これ白だし使う時にヤマキじゃないと 100ml あたり食塩が10なんですよ。これ他の白だしだと13とかもっと高いのとかもあるんで、ヤマキのかっぽ白だしを使った方が間違いないです。でこれ大さじ1で、あと賞味パンパンです。小さじ1と半分、これね空いたスペースに入れてあげてください。だから今回はだしとこの中華スープのダブルスープ、これが僕のちゃんこの肝です。このスープがうまい。今回は塩ベースなんですけども、お醤油の香りも少し欲しいので、お醤油が、大さじ半分ですね。この分量にしては少しの醤油、これで味が決まるんです。で、ここに 5g 分の生姜、おろし生姜はね、スープに使います。このスープね、マジで覚えてください。他の材料が入ってなくてもほぼこれちゃんこのスープなんで、鍋の素いらなくなりますから。塩ちゃんこですからニンニクの香りもちょっと欲しい。もう市販の鍋よりうまいから。はい、で、すいません、ニラ切るの忘れてました。ここの部分はね、もう洗ってくださいね。これね、まあだいたい4センチとかこうやって長さ合わせながら切るとね、まあでもこれはもう適当です。で、こいつは最後に蒸します。最初に入れちゃうとね、ニラね、クタクタになりすぎて美味しくなくなっちゃうから。で、鶏団子を作っていきます。さっき、みじん切りにした生姜と、みじん切りしたネギ、大量に入ってるんですけども、ここに、だしなしの味噌、まあ、無添加味噌ですね、大さじ1。塩味のちゃんこなんですけども、鶏団子はね、味噌の味をつけます。このコントラストがうまいんですよ。で、片栗粉。片栗粉なんですけども、小さじ5杯。肉団子がね、バラバラになるためにね、そうですね。で、ここに醤油パンパン入れます。これ3分の1ぐらい入れてください、はい、塩少々、ちょっとつまみ、酒が大さじ1、はい、これでこいつをねり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 していきます。まあこれ普通鶏団子なんですけども、もしなんか鶏団子ってほら最近あれ流行ってんじゃないですか、軟骨入れたりするの流行ってるじゃないですか。鶏の軟骨だったらここでちょっと入れてもいいです。そうするとねコリッとした鶏団子になります。あと鶏の軟骨がもし売ってなかったら、なんかコンビニとかでよく売ってるあの耳が刻んで入れても美味しいですよ。まあこれはねコリッとした肉団子が好きな方用なんで、僕は好きなんですよ。結構刻んで入れていただいても大丈夫です。それは適量ね、はい、でねるいねりして、この味噌が全体的に回ったな、ソミシャンタンが全体的に回ってきたなと思ったら次の工程いきます。それではさっきの鍋です。強火、そしてもう蓋しちゃいます。これ沸かします、一回。はい、ということでこちらがですね、沸かして中火にして煮込んだもの。火かけて10分ぐらい煮込みました。で、ここで真ん中に寄せておいて、で、ここにねちょっとね、たまりを作るんです。これね、ここがね、お風呂になります。で、ここに一番みんなが、もう多いのが、もうこうやってスプーン2本で丸めてトポンと落としていく、これが一番いいんじゃないかなって。こんな感じですね。スプーン2つ丸めてポトンと、形が綺麗にいっても別に味変わんないのでそんなに気にしなくていいです。長ネギたっぷり入ってるんで、食感もいいですし、生姜もたっぷり入ってるんで香りもすごくいいです。これがねうまいんですよ。鶏団子からもね味がね染みだる。こんな感じですね。もううまそうだねこれね。
で、これでニラここで入れます。で、こんな感じで、で、これで鶏団子に火が通るまで、まあ、10分から15分煮ていきます。はい、ということで、まあ、合計ね10分15分ぐらい煮ましたかね。じゃあオープンしたいと思います。オープン。で、ここで、まあ、出来上がりかと思いきやちょっとスープで、ここで足りない方なんですよ、塩入れてください。僕は、まあ、酒飲みなんでちょっと濃いめにすみますけど、多分、ね、十分な方は十分だと思います。ここでお塩 で僕はここから小さじ5分の1ぐらいのお塩は入れるんですけども、これね、あの好みでいいです。食べながら塩決めてください。ということで、俺の至高レシピの中でもかなり豪華な方じゃないこれ。至高の塩ちゃんこガゼイ。じゃあ食べていきたいと思います。いただきます。これはね、日本酒です。ではですね、この間僕が北海道で買ってきた、これね、地元で買うしかないらしいんですよね、これ北の勝。これ超美味しかった、しかも安いの。これ美味しかったんだよね。僕動画で一番北海道の日本酒飲んでる。じゃあ早速鍋を取り分けていきたいと思います。丹精込めた鶏の肉団子、これニラさんですよね。この汁吸った油揚げ、煮込まれたお豆腐、柔らかくなった人参ね、椎茸、とろっとろの白菜、おお、ほらほら、どうこれ、プリプリのプリ、もうね、具材のうまみが飛び込んだんです。この塩ちゃんこのスープ、これがこの真骨頂なんです。これはいやー、ちょうどね食べたかったんですよ。体冷えましたからね、ハイボールで。じゃあまずこの鶏団子、あー、鶏団子自体がどちゃどちゃうまいですね、これね。鶏の臭みゼロ、そして味噌が効いてるんで味もしっかりします。あ、ちょっと待って、白菜やばい、白菜やばい、汁全部吸い上げてるじゃんこれ。鶏肉大量に入ってるんですよ、だから鶏出汁がすっごい出てるんですよ。うわ、油揚げうまい、うまい、油揚げ、油揚げうまい、こんなうまい料理あるか。スープやばい、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 塩ちゃんこのスープやばい。これ、ね、スープの作り方でも覚えておいてほしい。これ人参の甘みだな。しいたけさん、ありがとう、ナマステ。はい、ここで味変カンフジェネレーション。塩味といえば柚子胡椒ですね。鶏団子割っていただいて、お出汁に浸して柚子胡椒ちょっとつける。あー、柚子胡椒だわ。柚子胡椒は絶対用意しておいてください。もっちゃうまいんだよこれね。独り占めするのはさすがに申し訳ない。さあ、チャンス、ちょぼ。じゃあ油揚げと鶏団子とスープね、ちょっと召し上がってくださいな。これここにちょっとね柚子胡椒いただきます。はい、スープやばいでしょこれ。はい、うまいでしょ鶏団子。うまいっすね、もうこれも。でもね、そんなにめんどくさくないこれ。まあ具材の種類が多いだけ、パパッといけちゃうね。白菜、油揚げ、鶏肉、肉団子、これがあれば成立させる。これうまいスープ染みた、これ最高っす。最高でしょ。最高に美味しいっす。これなんですよ、食レポが良くて良かった本当に達也っていうスタッフがいるんですけども、あの人はちょっと多分あんまり言えない、ディスってないですけど、はい、日本酒飲みたくなるでしょ。これは欲しいっす。欲しいね。日本酒も飲む？いいんすか、そこまでいただいてっちゃって。いいよ。これっすわ。これでしょ、俺もこれだと思った。どっちもめちゃめちゃうまいっすね。うん、これめちゃめちゃうまいっすね。北の勝のプロモーションではないんですけど、決してうまいでしょこれ。本当に日本酒寒い日はこれっすね、うん、これではこれ決まりっす、うん、熱い鍋とこの日本酒でプラスこたつなんかあったらもっと最高っすね。最高だね。もう家から出たくない。出たくないっす、うん、今年の冬はこれで。うん、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。まあこれはうまさ伝わったでしょ。これは心の底から出てる。これマジでうまいから、これ超おすすめ。これね、スープがうますぎるから、どんな締めにも対応します。雑炊にしていただいてもいいし、ラーメン入れていただいてもいいし、うどん入れていただいてもいい。どんな締めでもめちゃめちゃ美味しくなるんで、こちらぜひ締めまで楽しんでください。ちょっと待って、人参さんが見えない。
せっかくの人参さん、人参さん、ごぼうさん、ごぼうさん、人参さん。